シルバーバッファロー賞はボーイスカウトアメリカ連盟が全国的に功労のあったスカウトに授与する功労賞である。ボーイスカウトアメリカ連盟の加盟員以外も対象となっている。シルバーバッファロー賞の意義はイギリス連盟におけるシルバーウルフ賞と同じものであった。導入した当初の百二十六年には十二個の賞が事務総長のジェームズ・イー・ウェストにより贈られ、 それ以後は一年ごとにそれぞれ授与されることとなった。シルバーバッファロー賞受賞者の第1号は、スカウト運動の創始者ベーデン・パウエルである。第2号は、ボーイスカウトアメリカ連盟の創設のきっかけとなった、無名のスカウトに贈られた。この賞は、バッファローの像として、ギルウェル・パークに置かれている。50年間ずっと男性のみに授与され続けていた、シルバーバッファロー賞であったが、 1976年、リバーン・ W ・ポムリーに送られ、初の女性受賞者が誕生した。2008年までに674名が、シルバー・バッファロー賞を受賞しており、その中には13人のアメリカ大統領も含まれる。シルバー・バッファロー賞の様式は、赤と白の飾り紐で釣られたものとなっている。また、アメリカ連盟の制服であれば、 本結びをあしらった狂章をつけることもできる。バッファローの飾りそれ自体のデザインは A、フィマスター・プロクターによるもので、飾り紐は制服以外の服でもつけられるようにと1934年に取り入れられた。1946年、狂章はそれまでのバッファローをかたどったものから、本結びをかたどったものへと変更された。ありがとうございます。